竜泉光は、新末民発の軍人。民国初期に、関東省を支配した、軍人政治家。北京政府、遠征外を支持した、字は小ことハニ族。雲南消耗事件のハニ族土師の家庭に生まれる。青年になると、土師の家柄により、昆明で官位に,についた。高所14年、故郷に戻り、断連を組織している。 1904年1月、厚生省で発生した、怪盗の大規模な放棄が発生する。これを鎮圧するため、龍済光は、良好総督、新春剣の動員に応じて、厚生入りした。龍は、陸栄亭と共に、怪盗鎮圧に貢献し、その軍港により、1905年6月に、処理厚生右行動に任命された。 1907年12月、孫文が沈慢艦放棄を起こすと、龍済光と陸栄天はこれを鎮圧する。その軍港で龍は処理構成帝徳に就任した。1911年4月、龍は革命派鎮圧のため関東省へ移動する。同年11月、関東で革命派が武将危機義に高応して独立を図る。 革命派は龍済光を副都督として取り込もうとしたが龍は消毒率を拒否した。しかし結局古漢民陳慶明らが関東での放棄に成功している。中華民国成立とともに龍済光は一旦水税消副計略に任命された。1913年陳慶明らが第二革命を発動する龍は 遠征外から関東鎮部市に任命され、鎮を駆逐して、関東省の統治権を掌握した。同年8月、関東都督憲所民政庁に正式に任命されている。1914年6月、新部城将軍、正しり関東軍務に任命された。1915年、竜泉光は、遠征外の皇帝即位を支持した。 同年12月25日に勃発した五国戦争では、龍は積極的に五国軍討伐に動いた。翌民国5年1月28日には、遠征外から軍王に封じられている。しかし、3月15日に、厚生省の陸栄定が独立を宣言し、さらにその1週間後の22日に、遠征外が皇帝即位の取り消しを宣言する。 これにより、竜積光は南方で孤立していくことになった。そして、五国軍の離列人氏や陸栄定の脅威に屈する形で、4月6日、竜もついに、関東独立を宣言した。6月6日に、園生害が病死すると、その3日後に、竜積光は、独立を取り消して、北京政府への忠誠を宣言した。しかし離列人氏 陸栄帝の攻勢は続く。そして同年10月、陸栄帝軍が、甲州入りし、竜は、海南島へ逃亡した。1917年11月、竜済光は、北京政府から両校順越市に任命される。竜は、孫文の誤報運動に反対し、甲州の陸栄帝を攻撃した。 しかし、1918年3月、李烈人氏の討伐を受け、同年5月には龍積光は、関東から駆逐される。そして、北京へ逃げ込んだ。その後、暗記派、弾機随の被護を受ける形で、龍積光は、天津で、新武軍と呼ばれる軍を組織した。しかし、この軍も、1920年7月の、安直戦争で壊滅してしまう。 これにより、リュウズミヒカ光は、政治的、軍事的影響力を完全に喪失した。1925年3月12日、北京で死去。去年59。1916年、領事官補として、公衆在勤の石井太郎の記述によると、竜の印象について、いわゆる南蛮の一種たる俗出身とかで、怪異な僧帽、月、刺すような眼光。 野手を追いつした五十絡みの巨漢であった。ありがとうございます。